ね、それではほんとしましょうかね。だいぶ騒がしいたのでね、ここ唯一ここだけいいですね。皆さん時間出たり皆さんの方ですね、はい、よろしくお願いします。ラッキーハッピー開運ガイドゆりなの時間です。風水とは自分にとってプラスのパワーを感じる力を高めるような行為、間取り、過ごし方って何？どうしたらいいの？という質問に答える環境学です。このコーナーを聞いているうちにあなたも強運体質になっているかも。半年間続きましたのでね、はい、だいぶ皆様の運気も変わってきて、はい、上がったことと思いますですね、はい、先週まで、カツオ、あ、磯野家、そうですね、はい、ちょっとお邪魔してたんですけれども、はい、ちょっと今日はあの年内最後なので、そうね、はい、ちょっと磯野家置いといて、ちょっと置いといて、はい、磯野家から離れます、はい、で今日は、実は運気が悪い時期というものは存在しないのではないかという、うん、私のちょっと持論なんですけれども、なんて素敵な情報。そう、実は、うん、そう、あの運気が、俗に皆様が運が良くないって言っている時期は、うんうんうん、全部季節もそうですけど、うん、春、夏、秋、冬、うん、あと昼と夜があって、うん、であとプラスとマイナス、陰と陽があります。でその運が悪い時期は、まあ、俗に冬の時期、うんうん、で全部季節も人のエネルギーの流れも全部巡っていて、うん、畑でいうと、まあ、畑を耕す、うん、で春が来て種をまいて、うんうん、で花が咲いて、で花が落ちて実がなって、実が、収穫して、うんうん、まあ、この収穫の時期が、まあ、俗に運がいいって言われる時期ですね。でその後収穫後の、まあ、畑をまたちょっと整備したりして一旦落ち着いて、うん、で収穫して、全部がないとね、うん、突然花は咲かないし実はならないもんね。そう、そうなんですよ、うん、なのでやはり畑を耕す時期とか、うん、畑に何もない時期がないと、うん、やはりいい作物もできないですし、ね、畑を耕す時期に無理に刈り取ろうと思っても、うん、刈り取るものがないので、どう捉えるかでね、うん、今がそういう時期なんだよってことを知っておけば、うん、そこでジャンプしようとしなければいいもんね。そうなんです、そうなんです。だから雨が降ってる時に外に出るから辛いのであって、うん、そう、まあ、せめて傘さすとかね、傘をさすとかそういうなんか予想ができれば、うん、その運気が悪いというかその時に適した行動をすることが大事、うん、でこういう風水とかいろいろな統計学、占いあるんですけれども、その自分のが今どういう時期なのか、うん、種をまく時期なのか、それとも刈り取る時期なのか、そう思うね、うん、そう知ってるだけでだいぶ違うよね、うん、だいぶ違いますよね雨が降るのを知っているだけで、うん、じゃあ外に出なくてはいけない時に傘を持つことができる、うんうん、でもそれを知らないと傘を持たないで外に出てしまうとびしょ濡れ、ねえ、うん、まあ、冬にノースリーブで出かけたら寒いよっていうことだけよね。もう完全に風邪ひきますよねそれだけのことなんだよね。 それだけのことなんですよね。あとはその冬の時期に、もしまあちょっとその時期に適してないけれどもやりたいことをしたい時のために、うんうん、日頃から運気の貯金もやっぱり大事、うん、運気の貯金っていいね、うん、いいことだね、うん、やっぱり人にありがとうって言ったりとか、うん、ありがとうって言ってもらえること、うん、あと誰かのために何かをするとか、うん、あと、まあ、神社とかあの吉報院、旅行行きもそうですけど、そういうのであの運気の貯金をしていくことで、まあ、行動が間違って、まあ、マイナス300ポイントになってしまっていてもでも運気の貯金が1000ポイントあれば、まだ700あるから、ね、大丈夫っていうことなんですよね。あ、ちょっとみんな気が楽になったんじゃないかどうしてもほら悪い時ってどうしようとかね、なんかさあ、もう一つサポートすることがありますよね。そうです、そうです、私の本業ですね、うん、結婚運を高めるネイルデザイン、はい、風水を用いてネイルのデザインを支
させていただいて運気を上げさせていただくお仕事もさせていただいてるんですけれども、結婚運を高めるネイルデザインのご紹介ですね。はい、プルメリア、お花ですね、うん、まあ、結婚を象徴するモチーフなんです。はい、なので今の彼とちょっとゴールにしたいなっていう方とかは、うんうん、ネイルのポイントでプルメリアを、はい、入れていただくと運気がアップします。ちょっと聞いてた男性それ見てね、はい、覚えておいてもらったら今だって思ってます、はい、もうプレッシャーになります。持ってこいよみたいな。聞いてるから聞いてるから何の時間ですね。はい、はい、じゃあ風水ネイルユリナのサロンのホームページ、表参道風水ネイルで検索してくださいね。今日も素敵な一日になりますように。